浜坂駅に停車中の急行、アマルベ・アマルベは、西日本旅客鉄道が、姫路駅浜坂駅間を、万端線、山陰本線経由で運転していた、急行列車及び、山陰本線霞駅浜坂駅間で運転していた、快速列車である。本港では、アマルベ橋梁の観光列車の遠隔についても、記述する。山陰本線鎧駅あま駅間にある、 アマルベ協が鋼鉄製の鉄橋からコンクリート橋へ掛け替えられることになり、アマルベ協に訪れる観光客が増加すると見込まれたため、2006年度から2009年度まで多くの観光列車が運転された。上町が行ったアマルベ鉄橋メモリアル事業に合わせて運転された休行列車及び快速列車で2006年10月21日の1日のみ運転された。 運転区間と運転本数は、急行、アマルベが、姫路駅浜坂駅間で1往復、快速、アマルベが、急行列車の前運用として、霞駅浜坂駅間で3往復設定された。アマルベ橋梁を通過時は、日本海の絶景を、ゆっくりと眺めることができるように速度を落として、運転された。車両脇十八点五八系の四両編成が、使用され、急行は、 全車座席指定席で、快速は、全車自由席であった。2007年3月24日から4月1日に、豊川駅浜坂駅間で運転された、臨時列車。12系、客車4両を使用した、全車座席指定席で、DD51 系ディーゼル機関車が牽引し、一往復運転された。途中、木の先温泉駅、霞駅、余部駅に停車した。 この列車の運転に合わせ、アマルベ鉄橋の設計図が、アマルベ駅のホームに展示されていた。アマルベロマン号アマルベ橋梁掛け替えに伴う観光列車として、2006年から初めて運転され、同年7月22日から8月27日に、豊岡駅浜坂駅間で2往復、霞駅浜坂駅間で2往復が運転され、このうち浜坂駅霞駅間の列車は、 定期列車として3両編成で運転された。アマルベ橋梁や眺めの良い霞駅鎧駅間では速度を落として運転されていた。その後、運転区間は年度により異なっていたがに往復運転され、2008年秋からはアマルベマリン号として運転されるようになった。なお、2006年夏に運転された列車に乗車した。 旅客に対して、駅備え付けのリーフレットの引き換え券のアンケートを回答することにより、地元観光協会から乗車記念プレゼントがあり、2008年4月から5月には、イベントなどで観光 PR をする、霞香織レディが霞駅浜坂駅間で乗車し観光案内を行っていた。ありがとうございます。